行くか。食堂です。本日水曜日ポイント練やってきます。今日のポイント練習はですね、普段だったらトラック行ってやるんですけど、まあ、今日は週末メタタイムトライアル、レース5000のレースがあるので、まあ、そっちを1個のポイントとして、土曜日土日で行うようなちょっと距離踏むような練習を水曜日に持っていこうかなと思っております。なので今日は距離踏みですね。まあ、それプラスね、今月と来月ぐらいはポイント練習の質とかボリュームを抑えて、できるだけ距離を稼ごうと、まあ、走ってみらんかいと、距離絶対走るマンになろうかなと思ってます。今までね、僕一番走った時でも600キロぐらいしかないんで、まあ、それをね一つまたね目安にして600いければ650と走れるようにしたいなというところで、走り込みをするためには質を高くしながら走り込みというのはね結構難しいところもあるので、7月8月に関してはしっかりと走り込むのを重点的にやって、9月ぐらいにちょっと、インターバルをしっかり取り入れるようにしていって、11月以降のレースにちょっと備えていこうかなと思っております。ということで今日の練習30キロいきます。キロ4で今日ね一応履くのがアディオスプロ3ですね。さあ行ってきます。ただいま15キロ、あと半分。いや、久しぶりに競争やるとめちゃくちゃにきつく感じるね。長く感じます。あと15頑張ります。今20キロ終了したんですけど、キロ4分でだいぶきつい。なんでこんなきついんや。体がおみえて、しかもねそれにプラスして右の肩が痛い。右の肩に差し込みがきつる。これがね今日のポイント練習なんで、しっかり距離は走っていきたいと思います。今日30キロ走絶対大事な練習なので、集中して頑張ります。ああきつい。あと3キロ。水浴びたい。しんどきつすぎる。おお、マジできちい。やべ、30キロがきつかった。きつかった。30キロ終了ですね。いや、久しぶりにこんな長い距離走るときついですね。最近はですね結構距離を重視して2部練習をしてたんですけど、まあ、2回で20キロ以上走れればいいかなと思ってたんで、まあ、1回の練習がどうしてもね、まあ、20キロ走って20キロ、だいたいもう長くても18とか、まあ、16キロぐらいが練習だったんですけど、やっぱ定期的にねこういうロングランやんないと体忘れちゃいますね、この長さというかきつさに。でも結局キロ4、まあ、キロぐらいでしか走ってないんですけど、これで30キロやっただけでもだいぶしんどかった。でも言うてね今日めっちゃ涼しいんですよね。1回の練習でも距離踏めるようにしていかないとなと思い知らされますね。あー、きつかった。飯食おう。疲れた。
うまい。できた。マヨネーズがもうない。